Hello everyone! 留学パパです。英語は頑張りたいんだけれども何に焦点を当ててやっていったらいいかわからないっていう人のために今日は英語学習の指針というか目安となるゴールデンルール黄金率についてご紹介をしてみたいと思います。実はこれについてはね僕も英語を勉強し始めて10年ぐらい経ってやっと気づいたことなんです。で 聞くと、まあそりゃそうだろうというような内容なんだけれども案外知らないと迷子になっちゃうまあいわゆるコロンブスの卵みたいな話なんですね言語には主に4つのスキルがあると言われてます僕は今回それを相関関係図として、えー、まとめてみました大きく4つの言語能力ですよねリスニング、リーディングスピーキングとライティングこの4つになります真ん中に、えー、プロナンセーション 発音、それから grammar、文法、そして vocabulary、えー、単語力ということで書いてありますけれども、これね、非常にわ、えー、かりやすく、えー、記した表なんで、ちょっと説明をしてみたいと思います、えー。言葉を話せるようになろうと思うと、この4つのスキルっていうのはバランスよく向上していくのが一番いいんだけれども、じゃあ例えば、スピーキングの力をつけたいなっていう人がいるとしましょうか。そうしたときには、 ライティングの力をつけるこれが一番バランスがいいんですリスニング力をつけたいなと思う時はリーディングの学習を一緒にするこれがすごくバランスと効率のいい勉強の仕方なんですねこれってどういうことなのかというと例えば何かを書こうと思う時とそれから何かを話そうと思う時って同じ脳を使うわけです えー、書く時っていうのはゆっくり時間をかけてまあ文章を作れますよねそれから話す時っていうのはもう瞬時に言葉をあの走らないといけないですよねだから一見違うように見えるんだけれども実はそれって短距離走と長距離走の違いみたいなものなんですよ走るということに関しては同じですよねリスニング力をつけたいっていう場合はリーディング力これを養ってください これはどういうことかというと、えー、リスニングの力もリーディングの力も受信すると、えー、受け身ということで同じですよねそうなると聞こえたまんまをそのまま頭から理解するのと目に入った文章をそのまま頭から理解するっていう能力っていうのはこれはほぼ同じなんですこの2つのスキルっていうのは、えー、別々にやるんじゃなくて一緒にやると非常に相乗効果があって いい勉強の仕方です。何から手をつけたらいいかという質問に対する答えなんですけれども、えー、大きく3つあります。1つ目は、まず真ん中の円に書いてある発音、文法、単語。この基礎を固めてほしいと思います。特に発音については、えー、リスニングだったりスピーキングの時にものすごく重要で、発音が分かってないと正直伝わるものも伝わらない。 それから聞こえるべきものも聞こえないっていうことになるので発音の基礎をしっかり固めてほしいと思いますそして、えー、と文法とか単語も中学生レベルでいいのでもう基本のところは完璧に分かってるっていう状態に、えー、してほしいなと思いますそれから2つ目なんですけどもこれはインプット、えー、ここでいうとこのリスニングそれからリーディングの、えー、力これを えー、少しずつでいいのでステップアップしながら、えー、基礎固めをしてほしいなと思いますじゃあ3つ目なんですけれども先ほど言ったインプットにプラスして当然アウトプットもやらないといけませんでどれぐらいの力をかけて時間をかけてやったらいいかっていう話で僕は相談された人にはこう言ってるんですねだいたいインプットが7そしてアウトプットが3ぐらいの割合で力を入れてやるのがいいんじゃないかなって思ってます ただし留学までの時間によって多少これ変わってきますもし留学するまでの時間があんまりないという人であれば5対5ぐらいのやっぱり力でやった方がいいと思います特に、えー、アウトプットに関して言えばライティングの力これを先に身につけるように強化してやった方がいいと思います以上3つのポイントについてお話ししたんですけれどもこれらを進めていく前提の中で大事なコツがあります それは何かっていうと簡単なものを繰り返しやるっていうことです。えー、ついつい、えー、分厚い本買ってみしまったりとかそれからなんか自分のレベル以上の難しいものを、えー、手に入れて、えー、やったりする人もいるんですけれどもまあ難しいことにチャレンジして挫折するぐらいだったらできるだけ簡単なもの、ねえー、分量の少ないものを 何回も何回も繰り返しやっていく方が絶対に力になりますそして今日説明したそのポイント具体的な部分について気になってらっしゃると思うんでこの細かい部分詳細については次回以降の動画で一個ずつ深掘りをしていきたいと思うので楽しみにしててください はい、えー、最後になりますけれども、チャンネル登録をお願いします。チャンネル登録していただくと、最新の情報をリアルタイムで皆さんにお知らせすることができます。えー、それから、LINE アットの登録もお願いします。この LINE アットの登録で、皆さんの個別の質問やご相談に、えー、お答えすることができるので、えー、気軽に LINE アットの登録の方もよろしくお願いします。それでは次回も楽しみにしててください。See you next time!